All right, you little hacking bastard, let's do this. What's gonna happen? Like, is he just gonna straight up run, or is an eclipse gonna open up, or what's gonna go on here? I am very interested right now to find out what's gonna happen. Can I just get there? Doesn't look like it. Wait, what? Is it one of the gated off areas? Oh, I didn't see the exclamation point. Let's do it. ああそうだけど、あんたら誰？配達の人じゃなさそうだね。ああ面白そうじゃん。いいよ入ってきても、特別に時間を取ってあげるから。You just want to satisfy your own ego. Be like, yes, I'm a genius. I developed it. You guys are so excited to learn about me, aren't you? Ha 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 ha. 失礼するわ。たく。玄関にすら出迎えに来ねえとは。ようこそ。Well, I'm getting a phone call. Be right back. Alright, I'm back. Sorry about that, folks. 2B の時坂高専輩。同じく 2B クラス委員長、柊木明日香先輩。で、そっちは、1A の生島空か。私たちの名前を。お前が篠宮か。篠宮勇気。一応、森宮学園に所属している1年生さ。Only a first year. さて、どんな面白い話を聞かせてくれるのかな？不登校生徒への通知ね。こんなことされても全く無意味だってのにさ。ま、わざわざご苦労だったね。一応礼だけは言っておくよ。たく、先輩に対する口の利き方とは思えねえな。先輩は敬えって？たかだか一つや二つ年が違う程度じゃね。
社会に出たらそんなもの何の意味もないことくらい今時小学生でも知ってるよ。 Damn! Way to slap reality in our faces. それより篠宮くん、さっき私たちの名前を言い当てたこと、学園のデータベースにハッキングをしたのね。へえ。ハッキングってどういうことだ。簡単なことよ。エントランスで話したとき、彼は私たちの顔すら知らなかった。なのにここに来るまでの間に私たちの名前とクラスを言い当てた。モニターに映った映像をもとに学園のデータベースに入り込んで調べたとしか感…おいおい、完全にハッキングじゃねえか。 Very sharp, Asuka. Too bad you don't see the connection yet between the God's app and the accident. そんな短時間でできちゃうものなんですか？そっちの先輩はなかなか頭が回るじゃない。お察しの通り、自分で言うのもなんだけど、これあちこちから情報を集めて色々役立たせてもらってるのさ。色々って…なるほどな。詳しいことは分からねえが、大方あのアプリにも何か仕込んでやがるってとこか。そうそう、神様アプリ、よく僕が開発者だって分かったね。まあその点に関しては素直に褒めてあげようかな。情報操作は別だけどな。まあいい、そろそろ本題に入らせてもらおうか。ええ、教えてもらえるかしら、あのアプリがどういう代物なのか。ごっくり。うん、なんだよ、揃いも揃って真剣な顔しちゃって。まあここまでたどり着いたご褒美に。神様の言う通り、種を明かすと、あのアプリにもハッキング機能が実装されてるのさ。Wow, he just gave it up. 悩み事が入力されると、アプリの AI がバックグラウンドでサイフォン内にサーチをかける。その個人情報をもとに、使用者に合わせた適切なアドバイスを一瞬で自動生成してるってわけ。自動生成って、アプリがそれを全部やってるの？まあ多少結果にばらつきは出るけど、誤差の範囲だよ。個人のブログを持っている人もいるし、ニアーみたいなソーシャルネットサービスも流行ってるから、情報ソースには事欠かない。ネット上にある心理学のデータや悩み相談の類似ケースも照合してるから、精度はなかなかのものだと思うよ。簡単そうに言いやがって。そいつを実現するのがとんでもなく難しいってのは俺でも決して不可能じゃないわ。それより高度な仕組みのアプリもないわけじゃないし。は？こちらの話よ。いずれにせよかなり優秀なシステムエンジニアみたいね。Ooh, she's trying to get under his skin. おいおい、とてつもなく優秀の間違いなんじゃないの？ Asuka really knows how to play people. I really like her. 神様を作ったんだ。天才でも足りないくらいだね。すごい自信。話はそれで終わりじゃねえよな。それじゃああの予言の説明がつかねえだろうが。ああ、もしかして例の話？事故とか怪我とかのお告げが出て本当に起きたとかいうやつでしょ。一応調べてみたけど、今のところ一度も再現性がないし、はっきり言って偶然でしょ。いや、ボッシェ。あのな、実際に俺のダチも事故に遭ってんだぞ。知らないって、単純に不注意じゃない。そもそも事故や怪我がサイフォンアプリのせいって、普通に考えてありえないでしょ。 I can't wait to bring you down. 撃中しすぎるのも困りものだよね。お前な。なら普通じゃないことが起きていたとしたら、例えば別の世界からの何らかの干渉とか。はあ、あのさ、オカルト話ならよそでやってくんない？僕そういうのは基本的に信じてないんだよね。異界に関しては心当たりはなさそうですね。ええ、何かを隠している様子もない。
ああ、なんかしらけちゃったな。ちょっと面白い相手が訪ねてきたかと思ったら、とんはい、それじゃ話は終わり。とっとと帰った帰った。ちょっと待て、まだ。ユウくん、いるよね。入っちゃうよ。この声は。まあ返事くらいしてくれたらいいのに。端末に夢中になるのもいいけど、少しは外に。チワッス。お邪魔しています。あ、ユウくん、もしかしてお友達が来ていたの？はぁ、ちょっと何を勘違いして。もうそうならそうと、なんで言ってくれないの。お姉ちゃん、何の準備もせずに来ちゃったじゃない。あの、皆さんはユウくんとどういったお友達なのかしら。いや、その… Cause we're investigating his ass。 わかった。今流行りのオフ会ってやつでしょ。ああ、もうユウくんたら、お茶もお菓子も出さないで。待っててね、今。ああ、もう！いきなり来るなって言っただろ！とっとと帰れ！ほら、あんたらも！ちょっとユウくん、いいから帰れ！頼むから帰ってくれ！ Damn！やれやれ、今日のところは出直しだな。しかし意外と可愛いところもあるっつうか。ごめんなさい、あなたたち。せっかく来てもらったのに、あの子ったら本当にタレやで。大丈夫です、話も終わるところでしたし。もしかしてあなたは。ああそうね、自己紹介がまだだったわ。ゆうくん、ゆうきの姉の葵と言います。そのお詫びと言ってはなんだけど、飲み物でもご馳走させてもらえないかしら。そう、じゃあみんな森宮学園の生徒さんなのね。そんな通知を届けにお手数をかけちゃったわね。いや、俺らも別件で用事があったもんで。別件？篠宮君が作ったアプリについて確認したいことがあったんです。残念ながら今日のところは収穫はありませんでしたが。ゆう君が作ったアプリ？あ、もしかしてご存知なかったんですか？そうだったの、そんな人気のアプリをユウくんが。そういえば職場の人も触ってるのを見た気がするわ。失礼ですが、お仕事は何を？実はこう見えても美術館の学芸員なのよ。アクロスタワー内にある市の美術館なんだけど。学芸員さんですか。お近くの職場なんですね。そうするとどうして彼は一人暮らしを？そういや、あんな高そうなマンションに一人で暮らしてんのか。家賃とかどうしてるんすか？それは、うちの父は省庁勤めの厳格な人でね。勇気はあの性格でしょ。昔からすごく折り合いが悪いのよ。それで今年中学の卒業と同時にいきなり独立するとか言い出して、父も勝手に素人を認めちゃったの。Damn. どうやらネットで株をやってかなりお金を貯めていたみたいで、マンションの家賃なんかも問題なく払えてるみたいだけど、やっぱり心配で。よく様子見に行くんだけど、いつも鬱陶しがられちゃうの。やっぱり私の方がちょっと過保護すぎるのかしら。お姉さん、
そんなことねえと思いますけど。少なくとも貧困法制な生活ではなさそうですし。だからあなたたちがあの部屋にいたのを見たときは本当に嬉しかったのよね。昔から何でもできるせいか周りを寄せ付けないでいつも一人でいたから、友達じゃなかったというのはちょっと残念だけど。そのすみません。でももう顔見知りですし、友達みたいなものですよ。私なんて同学年ですし。まあこれも縁だろうし、ちょいと気にかけておきますよ。ありがとう。気難しい子だけどよろしくね。いけない、もうこんな時間。市内で美術館の仕事が少しだけ残っているのよね。悪いけど私はこれで失礼させてもらうわ。そうですか、お疲れ様です。ごちそうさまっす。気にしないで。それじゃあまたね。Alright, so when do we get to the part where we find out he's a little shit? 言ってしまったわね。なんつうか、あの生意気小僧の姉ちゃんには全然見えなかったな。でも、神様アプリの件、ますます放っておけませんね。え？私、一人っ子ですから、ずっとお兄さんとかお姉さんとか弟とかに憧れてたんです。なのに篠宮くんは、あんなに優しいお姉さんを邪険に扱ったりして。早くこの件を終わらせて一言言わないと気が済みません。なるほど。それには私もちょっと同意するわ。とはいえまだ異界との関わりが確定したわけじゃない。それを見極めるのが今後の課題となりそうね。ああ、明日は休日だし、改めて街を回って情報集めをすべきかもしれねえな。はい、引き続き頑張りましょう。そうだ、さっき言ってたユウくんが作ったっていうアプリ、せっかくだからダウンロードしてみようかしら。 Oh boy, this is how we're gonna figure it out. She's gonna get hurtHe's gonna be remorseful, blah blah blah. すごいダウンロード数。ランキングもかなりの順位だし。インストール完了だ。もう、ユウくんたら、こんなのお姉ちゃんに秘密にするなんて。Because he doesn't want you hurt. He actually fucking cares. 何かしら、これ。That's not how mirrors work. See that? Look at that. Big old glitch right there. Damn.Knew it. それがいないんだ。今朝から連絡がつかないんだ。葵姉さんと。僕だってわけわかんないんだよ。ただ昨日のあんたらの話がちょっと気になってさ、サーバーの記録を調べてみたら昨日の18時過ぎ頃にダウンロードされてたんだ。姉さんのサイフォンに神様の言う通りが。
巻き込まれたって。説明してくれよ、一体何が起きてんのさ。Okay, definitely more tomboyish, and she's definitely more ladylike. I'm surprised, I figured she would have dressed a little more boyish. やっぱり全然繋がらない。いつもはこっちからかけたら絶対3コール以内に出るくせに。篠宮くん、状況は大体分かったわ。どうやら伊吹くんの時と同じ。過密、それによって彼女の身に何かが起きた。ありえないって、そんなの。とにかく葵さんを探し出すのが先決でしょう。ああ、にしても手がかりが欲しいところだ。お前、姉貴が勤めている美術館には連絡したんだよな。そんなの当然でしょ。そしたら無断欠勤とかで、姉さんすごく真面目だからどうしたのかって心配されて、一応体調不良ってことでごまかしてはおいたけど。そうか。昨日別れ際に葵さんは、市内で美術館の仕事が残っていると。篠宮くん、何か心当たりはない？そうだ、最近仕事について何か話してたような気が。確か市内のどこかでイベントをやってて、そっちの準備があるとかなんとか。ああでも、場所はどこだっけ。なんで聞いてないんだよ僕。落ち着いて。待てよ、一昨日くらいにちょうどそんな場所を見かけたような。本当ですか？ああ、あれは確か。ああ、crap, I don't remember. Wait, it had to be Brick Alley, right? Because that's where I saw her and they were talking.I don't think it's Station Square. The other day. Could have been the shopping street. Oh, why are you doing this to me? The other day. I'm pretty sure it was the Station Square. More me a shopping street. I don't remember anything happening there, so I'm gonna say Brick Alley.あの通りにある貸しスペースで準備がされていたはずだ。ええ、私も見かけたことがあるわ。そうだ、 okay, so I remembered right. 確か姉さんもそんなこと言ってたような。 It makes sense, it's where the art exhibit is, right? とっとと行ってみるか。ええ、何かが起きている可能性は高いかもしれない。じゃあ篠宮君はマンションで待ってて。冗談でしょ、僕も行くに決まってるじゃん。はっきり言ってまだ事態は全然飲み込めてないけど、このままあんたらだけに任せておけるわけないだろう。だろうな。構わねえか、柊。いいわ、いざの時は下がっていてもらうけれど、とにかく準備を整えつつで。 Okay folks, so at this point in the recording, I ran out of space because I haven't been deleting my videos or saving them to an extra drive. So, I already know what's going to happen in the next half hour worth of gameplay. So, unfortunately, I won't have like a genuine reaction to everything. But, I still think that this is a pretty good section. It's pretty fun.But yeah, like, the video saved shortly after the last, like, part of the cutscene you see. I think I got into the eclipse, and then it stopped right there. All because I ran out of room. Whoops, did not mean to do that.
I don't know if you can see the volume thing that popped up on my desktop, but... See, I've got a volume control on my headset, and I was just adjusting it. There's your sister Cybone. Now, my opinion of Yuki has changed because, as he's about to explain here, he didn't program this screen at all into his app. So if you can't tell, he can't see the eclipse. Alright, let's do this! I think we start out with Ko here. Yep. Gotta get rid of these little imps. And then we switch to Asuka. Yeah, nice try, asshole. Probably could have ended that before you attacked, honestly. Did I get hit? Yeah, I got grazed. Not mean to do that, but okay, we'll take it. All right, and then I'll put her on the back burner after I get this guy taken care of. Alright, Asuka, take a little bit of a rest here.
keep the hit counter up. Oh, come on. I should have had enough time to dodge it. Let's get you back on the back burner. Come on, get over yourself. Her recovery is just too slow, in my opinion. Oh, there's more here. Alright, come on, boss. Alright, so I'm gonna heal up quick. Oh yeah, you're not weak to anybody on my team right now. So yeah, let's switch to Sora because she has a better recovery. I love this. Damn. I was trying not to get hit at all. I mean, that's ultimately the goal, but especially with Sora. Alright, let's get some health going. Alright, now let's save our game. You'll see, there's the save data. That's what I had before I ran out of memory. Well, let me rephrase that. That's the point where I saved, and then that's what I was going to use until I see that I ran out of memory. And I wasn't able to show you guys all this. Whoops! I did not mean to do that. I was trying to figure out what the hell I did to get that A button to pop up. But you didn't really miss much. You just said, Yuki, and then the Haze Fairy showed up. So I apologize for that. Ah, damn, I thought she was charging. Alright, I gotta swap now. Alright,
シュートシュートシュート、I ran right into it, trying to avoid it. Get up! Alright, I gotta heal. Ouch! Come on, do your thing. All right. Don't think so, bitch. All right, go. All right, now let's finish this. Try and get done before she heals. Nope, okay, Ko, you're up. Try and keep the pressure on. There we go. Now here's some Inception shit. And there goes her soul.間に合ってよかったぜ。 No, we didn't make it in time. なあ、もう何が何だか後でちゃんと説明しろよな。ほら姉さん、いつまでもぼーっとしてないで。姉さん、おい、何とか言えっての。一体どうしたってのさ。返事くらいしろよ、姉さん。 She can't. She doesn't have a soul. おい、どうなってんだ。 Of course you wouldn't know that yourself, but still. やはりそうなのね。まだ終わっていない。元凶は別にいるわ。え、どういうことだ。おそらくさっきの異界化は副次的に発生したものなんでしょう。あのグリードを倒した直後、一瞬だけ現れた別の異界、あの奥に住まう何かが葵さんの精神だけを奪っていってしまった。それこそが今回の異変の元凶となった。そんな今の彼女は抜け殻同然よ。そして精神とはあまりにも脆いもの。Starting to put her ghost back in her shell. このまま失われることになったら、おそらく さ
すがに頭が追いつかないって。それがそんなことが神様アプリのせいだって。僕が作ったアプリが姉さんをこんなことにしたって。そんなこと本気で言ってんのかよ。アプリのせいじゃないわ。あくまで元凶は異界の化け物。そのきっかけになったのは残念ながら確かみたいだけど。Which that would kind of make sense, because if the eclipses are triggered by heightened emotions and stuff, it's able to hack into psychological websites and things like that. It would know how to make each person have that heightened mental state to cause the eclipses. Now,I never got into the next eclipse, the one where this Elder Greed is the one that took Owl's soul. So this is all just me guessing right here. I'm guessing that he's doing this, he or she, in order to become stronger. And by doing that, he has to, or in order to do that,He has to take people's souls. Again, that's all guesses. And this part still kind of pisses me off, even though I've already seen this. You amateurs. Us amateurs just brought back your sister's body. What the fuck did you do?I mean, seriously, you couldn't go in there. We at least brought her body back. She could be dead. You ungrateful little shit. Just because I know you're not the one that caused the God's App to do this, I still think you're a little shithead. Asuka tried to warn you! Now, I called this out the last time when I recorded this, but when Susan started talking about new computers, it was like, oh god.So, we helped Towa and that other teacher install the computers. Guess what's going to be used? Right there. Of course, there's no way I could prove that because the recording ran out of memory. Or the computer ran out of memory for the recording. Whichever. So, I guess you'll just have to take me at my word.There you go, you flipped it on his ass. You basically just called him an amateur. Which I love. And if you don't like how cocky this kid is as much as I do, you're gonna love this next part.
Sorry, I'm trying to stay quiet so that way this moment can just, I don't know, be more epic, I think. Jeez, Yuki, I thought you were a genius. No, you see, Toh is the real genius. There's a reason that people requested her to stay with their program. To stay and work for them. Don't see anybody knocking on your door for you to work for them. The one thing I don't like is how casually she just talks about the eclipse and what's all going, you know, happening. I mean, I know she can erase people's memories, but what if one of them's a wielder and they don't realize it and they spill the beans before they realize that, hey, I need to be hush about this. Alright, so, this is all the farther that I got. Looking at the time of the recording. Oh, I thought it was a half hour, but I guess it's only like 10 minutes. Not even that, really. So, what I had done is that I had, you know, ended the episode here because I had other things to do, blah, blah, blah. But, I'm going to continue. So, I will resume the recording when we get to the point to where we're ready to go inside the eclipse. But for now, I'm going to upgrade, buy stuff, blah, blah, blah. You know the drill. So, see you then. Alright, I got all my upgrades. I bought some things. We're ready to go. It was the first time for everything. ちょうど入れ替わりの時間かしら。けど好都合だわ。I want to talk to this guy.
Oh yeah, I can't shop here yet. Cause I gotta get through this. You're gonna magic it open. All right, let's see this. Pull out your wand. Must be nice to have a phone that could do all that. Wish my phone could do that. Never have to worry about losing my keys. これが全部サーバー端末か。このどれかに神様アプリが入ってんだな。ええ、ここまで来れば。見つけたわ。このゲートの向こうに葵さんの精神もそこに囚われてるんですね。よし、早速。だったら僕はここまでだな。 Well, yeah, you can't come in with us. ゆうきくん、さっきから妙に静かだったが、いいのか？まあ、引きこもりの不登校児なんてさすがに足手まといだろうしね。そんな真似をするほど僕は無鉄砲でも無謀でもない。身の程をわきまえるのも能力のうちってね。だそうよ。そこでなんで俺を見んだよ。ふん。Drawing shade。ちょっと耳が痛いですけど。僕は自分一人だけで生きていけると小さい頃から天才なんてもてはやされて。自分以外の人間はみんな見下して。Oh boy, is this gonna be your awakening? それこそ自分のことを神様だと本気で思ってたくらいの痛いやつさ。ゆうきくん。でも結局今回僕は何もすることができなかった。僕のせいで姉さんが危険な目にあって、それを見ていることしかできなくて、ハプニングにみっともなくうろたえて、ずっとあんたたちに頼りきりで。バカにしてサボってた学園にはあんなすごい本物の天才がいて。 Yep, tell us school your ass。 自分の未熟さを徹底的に思い知らされたよ。そう。いきなり首相になりやがって。ついていけないのははっきり言って悔しいけど、どうか姉さんのことをよろしく頼む。And there's your awakening, realizing that you can't do everything on your own. There's the hammer! Oh! I didn't see that in the intro cutscene. Soul device か?そして意志のもとに自在に操れる霊視覚ね。ソウルデバイス的確者だって。ありえなさすぎる。なんで扱い方までわかるんだってば。いつの間にかゲートってのも見えてるし。でどうする？お前がその気なら全力でフォローしてやるぜ。あ、うん、私も力を貸すよ。一緒にお姉さんを助けよう。ああ、よろしく頼む。勝手に決めて。まあいいでしょう。今さら二人も三人も変わらないわ。行くわよ。準備はいいわね、あなたたち。はい。
Too bad we can't let him practice with that damn thing first. Second spirit barrier. Okay. Seems like a weird name for a dungeon. Alright, so this is where you start thinning out your party. So, I've never really looked at like the E attribute chart on the upper right of that square there. So, let's look at the greed information. Okay, weak to spirit. Okay, so they didn't really... Okay, so I was trying to base on if I pick Sora or Asuka based on, you know, the enemies here. But there isn't really... Really, I could go with anyone. But since Asuka has another upgrade to her soul device and she's got an extra thing, I'm going to bring her. Even though I love playing as Sora more. Okay, so that little explanation right there tells me that he's gonna be more nice. Okay, I don't want to deal with you quite yet. Now let's do it. All right, so I got to switch to Asuka there. I lost my hit counter, so that kind of sucks. Alright, well since those two guys are just chilling out, I'm definitely gonna stick with Asuka. But first, let's get you swapped so you can heal up. Alright, here's some boxes here. Oh, it was a trap! Go down! Oh boy! You're gonna explode, aren't you? Now hopefully Sora gets some experience. Cause that would suck if I went through all this and she didn't get a drop of experience. Alright, let's get that one because you never know what might be in there. Nice try, ass wipe. Alright, so which way? Okay, well I see the treasure chest down there, so I'm definitely going down there.
としたわ。Alright, get out here. Ko needs some life. So the good thing about Yuki here is that he can move while using the special attack. Bye bye. Alright, I'm guessing that way is to continue the dungeon. Let's go up here. Yep, here's the chest. Right, so swap, get you in reserve. Bye bye. Makatero. Okay. Rotate するわ。あら、体が止まる。よし、ゲットだ。All right, activate that now. Of course, if we go down, that's just to go back to the beginning. Right? Of course, it looks like you only remove one seal. Yeah, so I have to go down there. Well, even though it's a mid-boss, at least you have what it's weak against. Bye-bye. Come to think of it, I haven't seen what your aerial attack does. Oh my god, I finally got Sapphire Oil. I'll take at least two more. Is that an air one? There we go, sweet. That's interesting. PE clothes. They're talking about sports, and PE clothes is what we get. Now I have oh, accessories. Let's get you some stuff here. All right. So are we going to another level? Yep, alrighty. Alright, asshole. Dang it, I didn't mean to charge it. Screw it.
するよ。Let's get you in recovery. リリアルアタック。いけ。腕が。Ouch。え。はあ。何今のトラップ。ガチすぎるでしょ。指導いた。トラップの一筋ならばいかなかった。まだあるかもしれない。Damn! 慎重に行くぞ。 I thought I dodged it. Alright, so let's give Asuka and Yuki some help. Well, not Yuki. I guess he doesn't really need it. There we go. God damn, you fuckers move quick.Should have brought Sora. Woulda, shoulda, coulda, right? Okay, yep, I gotta activate something for you to allow me to pass.It almost seems like it's supposed to be just a code dungeon. Yeah, no, thank you. Bye-bye! I knew it. I mean, it was pretty obvious, but still, I knew it. Thanks for a little bit of health. Now, where was that at?It was just straight ahead, right? Yeah, straight ahead. Go ahead, stay in there. I don't give a damn. Alright, let's swap back because these boxes may have health in them. $2,000, nice. Okay, I didn't get hit.I feel like Sora would have been a better choice. Just because these guys seem to be pretty weak. Boom, baby!Caught you in the middle of the air. Did you see that? Swung my hammer and knocked you down. Wait.
Okay, so that's definitely the boss room. Just go down, dude. There we go. Yatta! Rare mono za. All right, let's go get your sister's soul back. After we deal with these bunch of assholes. That dealt some really good damage. Ooh. Is that more than materials I'm looking for? Yes, a sapphire oil. Alright, let's do this. Yosha, batchiri da ze. Alright, so let's save the game quick. Hopefully I won't have to do this again. But we'll see. Now, what kind of boss are you gonna be? You shot Web, so you've gotta be a spider. Yep, spider. Astral Widow, so it's a girl, so fuck you, bitch. バグってわけか。笑えないジョークだね。It's your sister. この声は。あの中に彼女の精神が囚われているのね。Hey, bring her back. だいぶ弱っているみてえだ。早く助けないとヤバそうだぞ。I feel like the voice actor should have screamed at that point. And of course, you're not weak to anything we got. Alright, so first. Alright. Let's do it, Asuka. All right, asshole. Did I just glitch him out? Alright. Let's get some good damage off on ya. Alright, now I'll swap because I want to see your right trigger. Alright, let's break this quick. Oh, better heal up quick.
Let's go with the bacon and eggs. Oh, damn! All right, asshole. All right, swap, go. Nope, 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 nope. God damn! Alright, you need to get back up. Everyone's getting breakfast. I can't do anything now. They should finish it. There we go. So he explained everything. 言ってる場合かっての。体は大丈夫。痛いところとかない？ん？むしろ何だか調子いいくらいだけど。あ、もしかしてユウくんが疲れて寝ちゃったお姉ちゃん。 Oh, so he didn't explain it. Okay, must have just told her she passed out or something. もう、なんだかんだ言っていつも優しいんだから。さすがにのんきすぎるでしょ。もう大丈夫みたいだな。本当に良かったです。怒りの反応も消えた。これにて任務完了ね。やれやれ、どうなることかと思ったが、神様アプリについてもなんとかケリがつきそうだな。篠宮君のアフターケアが良かったと言うべきでしょうね。サーバーにあった神様の言う通りのシステムは
あれまで完全に消去された。その上ユーザーの端末すべてからアプリを消してしまったなんてね。ダウンロード履歴を利用した自動ハッキングツールだったか。たく、手段を選ばねえにも程があるっつろ。ま、結果オーライということにしましょう。今後の被害の可能性も消えて事件は完全に解決したんだもの。しかし今回の事件はさすがにとんでもなかったな。まさかネット上のアプリをあんな風に暴走させるとは。やれやれ、異界ってのはつくづく計り知れねえぜ。そう、未だ星の数ほど多くの謎が残されているわ。明らかになっていることなんて私たちですらほんの一握り。あなたもせいぜい気をつけなさい。今後も関わるつもりならね。えいえい、たく、この秘密主義が。コウ先輩、アスカ先輩。よう、ソラ、どうした、そんな慌てて。すみません、急いでお伝えしたいことがあって。 Let me guess, Yuki showed up for school? 教室にいなかったからつい探し回っちゃいました。ん、なんだか嬉しそうにしているわね。こんにちは先輩方。 Yep。 シノミア、お前投稿してきたのか。やだな、何を驚いてるのさ。 Cause you never show up to school? That's why。 平日にきちんと投稿する、学生として自然な姿じゃない。あのな、私も本当に驚いちゃって。これからはちゃんと投稿することにしたの。まあね、例の通知も渡されたことだし、あんたらみたいなのがいるなら学園も面白そうだって思ってね。そうか。それと今後異界関係で何かあったら、Such a cocky little bastard。 僕みたいな天才的な頭脳を持つブレーンは、たく、お前全然懲りてないだろ。改めてよろしくね。参ったわね、ネメシスの人間である私が悪くない。